藍津若松市で62人など県内33の市町村と県外の合わせて655人です感染者の数は前の週の同じ曜日を6日連続で下回りましたまた県は再検査で陰性になったなどの理由で午前の発表から2人取り下げたほか介護施設や児童施設など県内で合わせて6件の新たなクラスターが発生したと発表しました このうち藍津若松市内の高校では、昨日までに生徒と教員を合わせた18人の感染が確認されたということです。入院は215人で、このうち重症は2人。病床使用率は28.9%です。県は来月15日までを重点対策期間として、引き続き感染防止対策の徹底を呼びかけています。